あら、なんか、天候良くなったな、急に。あれ、馬がいるってことは、これエリーかな？エリーっぽいな。あれ？ん？エリーだな。まあ、ちょっとエリーはエリーで、ちょっと操作方法がな。こっち。やってみないと思い出せねついてくよ。え。で、なんだ。より戻さないの？ジェシーと？まさか。これ進んでたらさっきのやつに合うのかな。ジェシーはいい人だし、ご両親も好きだよ。これからもずっと仲良くしたいけど、マンネリ化しちゃってたし。なんで今までこういう話しなかったの？そうね。でも自分だってキャットの話したことないでしょ。だって話すことなんかないし。ひど。彼女のことあんまり好きじゃなさそうだったし。単になん興か味身なのかったっ上け。話してるけど全然頭に入ってこねえ。あ、そう。彼女アートの才能はあるんじゃない？戦闘がうまくいくかそなっのてそれ先ばっ生かも結心配構気で。に入ってるよ。でもお似合いじゃなかった。なるほど。何？別に。ジャンプ。ヒラリーつないで。で、今は親子ごめんねか、ここで。え、いいもの見せてあげよっか。自分の顔って言いたいの？私の美貌にかなうものはないでしょ。そうですか。はいはい。ほなんら、か拾えるもんない？ないか。で、エリーで攻撃の操作とか今はできないのかな。あ、しゃがみはできるな、一応。聞き耳とかは？ああ、できるな。できるけど、別に銃構えたりとか今できないな。こっちだよ。てかあれだな、ちょっと画面、あ、間違った、バツ。画面さ、ちょっと明るくした方がいいかな。明るくしすぎな感もあるけど、まあいいでしょう、暗いよりは。どう？この景色。悪くないね。このルートの特権。署名しないの？来て。署名？誰とこのルート回ってたの？ジェシー？友人。へえ、友人とね。面白いやつ邪魔しちゃう。早く行って。そうそう、あの人に配線の直し方とか教わったんだ。ん、私はあんな73歳になりたいな。73まで生きられるならね。こっちだよ。ん？登んの？早く、早く。よいしょっと。署名して。何の署名？ここ何なの？ああ、電波塔だったみたい。ちょっと素材とこない？ここ、いかにもありそうなんだけど、何もねえな、拾えるも。あ、引き出しが。よし、補充できた。感染者もいなさそうだし、感染してない人もいなさそう。
うぶいてる。この少し先。読む。ディーナ・ユージーン。問題なし。これは？これ書いた人の名前ってことでいいのかな？12月8日から始まって7月21日で終わってる。あれこれ三角、あ、これで署名したってこといいのか。あ、いいのか。来て。署名したよ。その前になんか拾えるもん。特にないか。あ、なんか出たような、今。あ、こいつか？あ、会話のマークか、今の。拾えるもんなものなそうだな。しょうがない。だって今、あ、なんかアイテムの一覧今見れないのか。この先の街が終点。ほら。ん？あ、勝手に見れってか。大きい塔があるとこ？塔？そこが次の。あれ？あれが塔？馬のところに戻ろう。え、なに、それだけ？ここに来た目的って。あ、まあ、署名はしたか。ここは？あ、なんか、いけそう。お、おお、なんか、なんか物ありそうじゃない？ちょっと、なんかパクれるもんない。お、これなんだ？あ、武器には使えなさそう。ねえ、この水パイプって、友人の？私の。くれたんだ。武器欲しいのよ、武器。今持ってる？持ってない。友人からもらってたし。あ、そこ引き出しあるな。よし。素材だな、これ。あー、しまっちゃった。押しても引いても開けられるドアか。もしかして昨日も同じ服着てなかった？汚れてないから気にしてないよ。ただのパトロールだし、おしゃれする必要ないでしょ。決まってるよ。どうも。皮肉吐かれた気がする。いいの、さっき言っちゃって。とりあえず馬のとこに戻ればいいのか。こっちはなんかない？何もない。大丈夫かな、たったこれだけのアイテムで。ここはなんか、あ、行けた、行けそう。あ、さっきのとこか。ここ、そもそもごめんなさい。ここは？あ、行けた。お、なんか調べられそう。やったぜ。回り道してよかった。あとはなんもないか。あと乗ってけばいいの？一応まだエリーで戦闘してないけども。不安だな。死ぬなら友人みたいに死にたい。脳卒中で？違う。ほら、老衰で長生きするの。エリーが？ありえない。無鉄砲すぎて無理。長生きしたいって願望あるんだな、エリー。は？エリーは絶対雪の中でスニーカー履いてローションにかかって死ぬね。今日はブーツ履いてるし大丈夫だよな。死なないよな、エリー。まあ俺がヘマかまして死にまくることはあるだろうけど、
ストーリー上は死なないよな、最後まで。そう思いたいです。調べた方がいいかな。平気そうだけど、使えるものはありそうだし、調べてみる？降りる？一人降りちゃったけど。なんか調べるってこの辺の家？っていうだから調べるけど、ちょっとこの辺カットするかもしれん。ウェイ。ここってどんなところ？よくある無人の街ってとこ。感染者はここまで来ないんだよね。外周で見つけて倒しちゃうし。よいしょ。今夜の予定は？ああ。今夜はジョエルと一緒に映画でも見ようかなって。うん、仲直りしたんだ。うん、本当に仲直りしたの？ジョエルと何の映画見るの？お気に入りは？ああ、カーティス&バイパー2。私も前から気になってたんだよね。ちょっと待って、どっから入るのこれ。入れるとこそもそもある？80年代のくったらないアクション映画、ジョエルがハマってて。うわ、私も結構好きだよ。ディーナは夜何するの？何人かでこっそり抜け出してトリプデリ楽しそうだね。何も拾えるもんねえじゃん、ここその後会わない？ああそうだね。じゃあギター弾いてあげる。オッケー。やばい、なんか無駄に回ってるだけで何も得るもんがねえ。この話の映画なの？二人の特殊部隊員が悪い奴らをぶっ潰す話。確か2ではロシアのスパイと戦うんだっけな。思ったよりその映画興味あるかも。それで若い方がバイパーで忍者なんだよね。めっちゃくちゃ強いんだ。一作目ではその人何歳だ？こことかなんかあんじゃねえの？10歳。またそのシリーズ何本出てるの？4本だったかな。うわ、ジョエルは映画館で最後の見たって。やばすぎ。すごっ。こんなもねえのかい。まだ映画作ってる人ってこの世にいるかな？絶対いる。どうしてそう思うの？よしよし。うちらと同じ状況かもよ。生きるのに必死でさ。でも私も曲書くでしょ。カメラさえあれば。あ、サプリメントね。エリーのオリジナルソングあるの？なんで聞かせてくれないわけ？ねえねえ、一曲弾いてよ今夜。あんまり上手くなさそうだな、エリー演奏。見て、サプリメント。これは前作でもあった要素だけど。本当にこれに乗って旅行してたのかな。あれ、どうやって使うんだっけ。まあ感染が発生する前なら、引け耳の移動速度、治療の速度。そのうち行けるかな。夢見るのはただ。ジェシーがよくカナダの話してた。カナダには足りないのか。そうか、30必要ってことか今。で7しか持ってないってこと今。全然じゃん。誰でも夢はあるでしょ。じゃあこれぐらいか今回収できるものって。あとなんか全然入れそうなとこないもんな。行くか。どっちの馬？こっちか。もしかしたら見落としてるかもしれないけども、行こう。出たとこ勝負だ。こっちとかもなんか入れる？なんか入れなさそうだな。気温が下がった。行くか。みたいだね。なんか入れそうで入れなさそうだし。何、ここ目的地でいいの？ちょっと、どうすんの？止まんないでよ。
導いて俺を。あ、馬で越えへんだった。うわリアルすぎんのよ。感染者にやられたんだ。ヘラジカって何匹いたら殺せる？一匹じゃん。どこに隠れてんだろう。見つけてやろう。うわー、なんか戦闘モードに入っちゃったよ。どっちがいい？こっちがいいかな。エリーはこっちの方が良さそうだな。てかナイフないの？ナイフ持ってたじゃん前作で。どうやって入ったんだろう。それより入り口探さない。あ、これ切り替えできるのね。リンダ、こっち。勝手に動いちゃったけど。やべ、いるじゃん。ランナーっていたよな前作でも。ちょっと後ろから近寄ることで。オッケー。よしよしよし。で、別に何もゲットできないの。倒した。まず一匹。裏からスーパーに入れるか確かめよう。なんか画面オプションで明るくしたおかげで懐中電灯つけなくても良くなったな。何も拾えるもんないのか。あ、お先に進めるけど、こっち側見ておきたいな。ここは？いけるな。ん？開いてないの？施錠中。反対側から開けられる。ちょっと戻ってみる？あ、別にこっから入れるわけでもないのか。この辺外は別に何もないよな多分。あれ、なんか向こう行けそうじゃね。行けたところでなんだけど。あ、別に行けない。馬だったら行けんのかな。でも今なんかそれをやるべきじゃなさそうだから、じゃあもう一個のところから行こう。なんかテンポ悪くてごめんなさい。から行こう。うわ、こっち防弾でしょ。しょ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 。で、チュートリアルだからよかったけど今。だけ、うん、今のかっこよかった。ありがとう。とりあえず近くに敵はいなさそう。バリケードで塞がれてるのに。回収できるもん回収しよう。なんもねー。ここは？さっぱりわかんない。よし。今まで倒した感染者の最高記録は？最高記録は1年くらい前で、ジョエルと一緒にいた時。確か12匹。自分は？最高20匹。さっき群れがいたよね。マジ？今日その記録破れるかもよ。んで、あれ、どこ行けばいいの？行けるとこなくない？ミニマップがあればいいけど、前作でもミニマップとかなかったっけ？そういえば。やばい、なんか全然うろちょろしてるだけで全然進まねえ。エリー、え、まあ立ち。あ、回収漏れがあった。もしかしてこれ上に行けってか。ディーナ、こっち。そういうことか。
うわ、またいた。音立てない。うわ、やば。オッケー。正面にいる。うわ、くそ。やばいやばいやばい、はいはい、逃げよう、逃げまくろう、逃げまくって倒してもらおう。まだ生きてる。おらー、よしよし、オッケーオッケーオッケーじゃねえけど、全然回収できるもんは。おしまい。ちゃんとナイフ持ってんじゃん、よく見たら。みたいだね。スーパーにいるのも倒さないと。建物の周り見てみよう。入り口あるはず。ちょっと一旦しゃがんどっか一応。お、なんか落ちてる。投げれるやつか。あ、これもあったな、前作で。ちょっと近くに敵はいないのか、一応。懐中電灯つけなくていいよ。え？上？今行く。おめえどこにいんだよ。あいつどこ行った？じゃああいつどこやよ。どこにいるかわかんねえんだけど。まあいいや、先にちょっと回収できるもんがないか確認させて。外にいたのかい。待って、上、あー、ここしか行けねえのか、そもそも。こうで、これでいい？登って。そい。ねえ、屋上には穴開いてるよ。穴？ほら。ありがとう。ほら、ね。ん？どこ？本当だ。入る方法探そう。入る方法言ったって、全然ピンときてませんけど、私。ここくぐれる？もしかして。リーナ、こっち。あ、くぐれた。で、この先に感染者いたりしない？うわ、うわ、やっぱり。ちょっと、加勢しろ、早く、早く。よし、死ね、死ね、死ね。よし、おっせーよ、早くしてくれや。エリ、噛まれてない？かすり傷。なつ。死ぬなら感染じゃなくて寿命で死ぬよ。でも、エリーは別に感染しないんじゃなかったっけ？わかった。そっから入るのかな。あと別に行けそうなとこないよね、多分。まあいいや、行きましょう。で、この隙間か。懐中電灯どうするつけた方がいいのかな。つけなくてもなんか明るくしたからそんなに困んないんで。あ、なんだこれ。奥さん、本当に心から申し訳なかったと思っています。傷つけるつもりありませんでした。僕はただあなたの店から薬だけもらいたかったんです。でもご主人が襲いかかってきて、ああするしかなかった。感染したからか。妹の足の感覚がなくなったのでインスリンが必要でしたけれど、誰もが物を溜め込んでいて合わせるしかなかったんです。ご主人が助かりますように。本当にごめんなさい。いやいや、
感染したのであれば助かってないでしょう。助かりますよねって書いてるけど。バカ言うな。なんかあった？あったよ。やったね。これ目的達したってことでいいの？え、ディーナどこ？あ、いた。で？あれな、天井穴開いてるって言ってたの、さっきの何？その話。あれ、この上は？いけた。お、なんか拾える。あ、これ以上、あ、そっか、今、あれか、レンガ持ってるからか。まあ、いっか、別に。で、どうすんの？次、どこ行きゃいいの？あ、ここ行けたりする？もしかしどっか。トラックの上登れる？もしかして。登れたけども。え、これいけるか、これ。えい、いけた。 こっち。ああ、なるほどね。それで天井に穴が開いてるのが、そっからいけるってこと。ここは？入った。オッケー、これで。あれ、これってもしかしてなんか、ねえ、アルコールだ火炎け。瓶の布も見つけた。材料では。ほら、これで手当てして。治療、まだ、いや、しなくても大丈夫かな。あ、でもそっか、作んないといけないもんな。で、あ、治療キット装備ってあるな。長押し治療。あ、さ、なんか他作れるもんないのか。別に素材があるわけじゃないから、売れないか。まあいいや。でもなんかこれ、表示出てるってことは治療しろってことか。じゃあ、するわ。そんなに瀕死ではなかったけど、治療しないと先に進めないのか。胞子が飛んでるね。え、胞子飛んでんの？マスクつけて。オッマジかケー。よ。なんかやべえやつ出てくるじゃん、絶対。しぶといやつ。なんか前作で逃げ回ってよ、俺。分かってる。その顔を打つ飴になるのは嫌だからね。うわ、優しい。どれ？胞子飛ぶほどずっとここにいたんだ。感染進んでるやつに気をつけて。ここもスーパーの一部？そうね。なんかあるな。スーパーの上じゃない？ねえ、1階に降りよっか。1階？監視できるもん、なんかちょっとあるな。登れって？登れへんけど。え、どこ？どっから行くの？ちょっと、もう迷子なんですけど。戻ってきちゃった。こっちじゃないので、どっち、どっから行けばいいの？教えて、どっから行けばいいのかを。あ、登れたけども。 それだけ。ちょっと、どっから行けばいいの？教えて。ここかい。そう。
初に言ってくれやこいつ。ここはなんだ。ああわかんねえやつだこれ。どっかにヒントあるんだろきっと。時間の無駄。なんか見つけたら戻ってこようか。これに返したりしない。クリステン、上物を金庫に残しておいてよ。暗証番号はうちのワンちゃんが優秀社員賞を取った日付。売っ払ったり他の奴らにやったりしないでよ。あんたの、腰に使って良くなるといいね。日付、何年、何月、何日。それが書いてるのはどっかにないの？ここにはないのかな。この中にあったりしない。ないな。じゃあ見つけたら戻ってこねえと。あ、これなんだ。あ、あーなんかここにありそう。今月の優秀社員。待って、ちょ、こういうことをしてんじゃなくてだな。A って書いてるの何？あ、待って、普通にこれで 見れんのかな。犬がどうこうって言ってたから、ちょっと犬これ。あ、待って、ちょっとこれズームにできないっけ、なんかで。こうか。2013。よし、合ってた。で、いろいろ手に入れたぞ。よしよしよし。で、なんか作れるもんがあったら作りたいのだけれども、全然足りない？足りませんな。なんもない。サプリメント37個持ってる。ということは解放できるのか。期待の若手。あ、ここでのやることはもう全部やった。あ、ここ行ける？行けちゃった。マジかよ。刺さらなくてよかったな。前作のジュエル思い出したよ。うわー、最悪。ちょっと。撃て撃て、早く撃て。仕留めろ仕留めろ。大丈夫か。あ、最悪。ビッカーっていたよな。あ、やばい、気づかれた。くそ、マジかよ。気づかれないと思ったのに。くそ。もう一体いるんだよな。あれ、どこ行った？もう一体。ちょっとお前、懐中電灯つけ、いや、まだ別に見えないからいいのか、フリッカーは。
え、どこ行った？もう一体。え、どこどこ？え、ちょっとわかんねえ。どこ、あそこか。あ、やば。こっち来た。まずい！ちょっと。やったか？やったか？やった？こいつら本当気色悪い。他の場所にもいないか確かめとこう。そしたらとっとと脱出だよ。それ私のセリフ。意外としぶとくなくてよかった。この先絶対いるでしょ。ディーナ、手伝って。今行く。よいしょっと。待って、そんなに回収できるもんない？なんか、なさそうだな、これ以上は。多分ねえわ。プレゼント欲しい？ちょうだい。ん？何くれんの？火炎瓶？あげる。ありがとう。やった、俺の大好きな火炎瓶。気をつけてよ。はいはい。まだいるね。え、どこ？いや、なんか作れねえかな。あ、作れるね。どうしよう、火炎瓶1個あるから回復作っておくか。君のレベルもなんか今高くないからな。あんま精度良くないんだよ。遠くまで拾えねえ。てか前作でもなんかジョエルに比べたらエリーの聞き耳の能力ってそんな高くなかったもんね。え、どこにいる？ここに、こっちにはいないのか。ここは行けない。てかどっから来たっけ？上から落ちてきたんだっけ？そもそも。あ、そっ、こっからか。こっから行けってか。待って、うーん、3体いるな。でも行くしかねえよな。こいつだな。よし、仕留めた。あ、やばい。あっちにもいるな。こいつをどうにかしたい。なんで気づくの？なんで？いやー、今、仕留めたと思ったのに。
り直しか。つったの撃ち殺した方がいいのかな。死ぬ一体いるしな。どうしよう。いるしだ、死ぬ。こういう時の火炎瓶か。今使っちゃっていいかな。どうだ、ここへ。やべ、ちょっとこれ、ああ、判断ミスったか。まあこれ死んでくれ。よし、逃げて。ないで。燃えたか？燃えたか？大丈夫か？動いてるやついる？ゼロ。これなんか拾えないの？私たち。拾えた。何気にすごいかも。ああ。だね。数聞いたらみんな驚くよ。よし。あ、次の感じ。これは行き先か次の。いい加減休もう。またその前になんか。頑張ったし。あ、猿。賛成。しあらかた回収できたっぽいけど、ああ、もうこの先に進むか。開かない。一人じゃ無理だろう。それじゃあこうしよう。私を屋根の穴めがけて投げ飛ばして。はいはい。お前一人助かるんじゃねえだろうな。ん、何、どこ、ちょっとなんか表示出てこないんだけど、どこ。違う、そうじゃない、そうじゃなくて、ちょっと待って、わかんない、どこ目がければいいの。全然ボタン表示出てこないんだけど、どこでやればいいのよ。ねえ、ケーブルあった。ケーブル？手伝って。あいつどこよ、あいつどこ。あそこか。オッケー、これ使うってか。よし、これ使えそう。で、私やろっか。大丈夫。ちょっと。あれ。あ、そう、ケーブル拾えてか、また。で、どれ目がければいいの。やっぱやってくんない、これなんかわかんねえ。ちょっとわかんないんですけど、どうして。どうしようか。あの針にかけられないかな。どれのこと言ってんの。あ、そこ？そもそも場所違った、もしかして。え、ここ？ここなの？行け！いや、ダメじゃん。やったね。え？え？やった？え、やったって。かかってる？
かかってねえじゃん。何をやったんだよ。ちょっと待って。何、どうしたらいいのこれ。いいのこれで。これで登れる？よし、できそう。本当に？行くよ。大丈夫これ。あ、引っかかってるのね、一応ここに。じゃあ大丈夫か。じゃあ登ります。登るとき気をつけてね。風強いから。感染者来ねえよな。よし。めっちゃ時間かかった。こっちだよ。よいしょ。戻ってきた。かなり吹雪いてる。監視所までどのくらい？次の町のすぐ先。この後ついてくる。ああ、頼む。ナビしてくれ。俺前にされても行き先わかんねえんだ。全然見えねえな。数分ってとこ。OK。本当に数分か？動物かと思って違った。全然前見えねえじゃん。もっと吹雪いてきた。ねえ戻んない。戻るのは無理。今さら戻るの無理でしょ。道合ってる。あれもう見失ったんだけど。リナ、ねまだなの？見失いました。リナ。合ってるこれ。リナ。ああ遭難しちゃったよ。ちょっと。おい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 。リナどこにいるの？俺そういう仕様なんだよな。別に俺がしくったわけじゃないよな、これ。リーナ！やべえ。やべえ、なんか終わったくせえ。最悪。で、さっきのやつとこれ、鉢合わせすんのかな、もしかして。リーナ！名前忘れちゃったよ、さっき操作したやつ。あ？どこにいるの？あ、いた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 。リーナ、エリー。ああ、助かった。なんだ、驚かせやがって。こっち。どこ向かってるの？いいから来て。ちょ、お前ももしかして分かってないんじゃないだろうな。中入って。あ、これさっきいた場所か？大丈夫、ここ感染者いない？あ、違うもん。ここさっき来た場所とも違う。ここは安全か本当に。来たことあるの？通りかかったの。何？入るのは初めて。マジかよ、心細いな。安全か確認しよう。またこういう感じになる。どうしようかな。これさ、セーブってどうなんだっけ。ちょ、セーブこれできる？オートセーブにはなってはいる？セーブできた今。できたのであれば、あ、できたっぽいな。まあ、オートセーブの機能もあるから。とりあえず、まあ、だいぶ録画し始めてもう2時間弱ぐらい経ってるんで、ここで、一息つこうかなと思います。まあ、一応何分割かにした可能性はあるんですけれども、まあ、ちょっとラストオブアス2、
ここからまたさらに進めていこうかと思いますので、よろしくお願いします。では、また次回よろしくお願いします。